火種を時の流れには逆らえない。吉宗殿が包囲されています。救援を急ぎましょう。そうだ、岩屋城、橘山城はすでに落ちている。島津が今度吉宗を撃たぬのは私たちを誘い込む罠でしょう。ですが大友を救わずして豊臣の大義は勝ちません。さすがは鬼始末、したたかで残酷です。飛んで火にいる何とやらや。兄者が自ら火にいる代わりに何をしでかすかわからん。ご油断も止めさるわ。この戦に毛利家の行く末がかかっている。鬼の容体として堂々と戦わなくては。輝元は少し気負いすぎているようです。注意しておかないと。排除した。よい。兵のことだ。もちろん、ただで窮地に飛び込むわけではあるまい。包囲に徹している敵には、むしろ隙がある。宗茂殿、大友軍の状況は？見ての通り、ほぼ壊滅。生き残った者も橘山周辺にちりぢりだ。ちりぢりか。なれば再び集めれば伝えよう。まずは密かに砦を確保するのだ。開門。山城の侵入路となる要所を抑えておけば、少数の橘残党も大軍に見えよう。島津は迎撃のため兵を温存しているはず。各地の動きに注意してくれ。見つかったか。この上は大将を狙うのみ。猿の手下に成り下がった毛利などもはや我らの敵ではないわ。我らを小馬鹿にするか。流れに乗ってまでも排除した。敵の攻勢が止んだようです。兵たちもよく耐えてくれました。おじいめが勘弁さえいれば勝てそうだな。なればこの戦で毛利の名を。小さき火種こそ看過できない。障害を排除した。敵将を討ち取ったり。ああ、勇猛果敢だな。
たせ。押してまいる。先火種とて感化できん。障害を排除した。援軍が来てくれたのか。皆を呼び集めよ。我らも今一度戦おうぞ。いつの間にこれほどの兵が。これで橘山城の包囲はなったな。敗北。あとは現実に攻め進めば雲なく駆けよう。まずは橘山城を落とし、次に岩屋城。岩屋城の守備は薄い。私が自ら落としてくれよう。勇み足ですね。ベルモトに釘を刺しておくべきでした。構わぬ。これで敵の目は嫌でもベルモトに向く。となればそれなりの戦い方がある。背後をつくということですか。仕方ありません。南からの進路も確保し、二方面作戦にしましょう。開門。うちの俺を失ったので毛利の面目は立たぬ。ここで華々しい戦果を上げれば。テルモトにも気骨が残った。相応の歓迎をしていたのだな。大事の兵ならば、すぐテルモトの加勢に向かうものと思ったが。テルモトを死なせず、戦にも勝つ。そのために最善を尽くしているつもりです。敵将討ち取ったり。橘山城の包囲はわしに任せよ。しかと睨みを聞かせておこうぞ。こっちからも兵を出して敵を揺さぶってやる。開門。南に放たれていますよ。ここで手間取ってはテルモトが危うくなる。いざ入らん。亡き心に顔向けできる。
この地より岩屋城を牽制せよ。敵将討ち取ったい。敵将討ち取ったい。総大将としての本分を果たしなさい。面目次第もございません。天守まで駆け、島津義久を討ち取るのだ。門を守る敵を打ち破り、天守を目指してください。敵将討ち取ったり。狙うべきは島津義久。義弘はその後で構いません。戦をする者よ、かくなる上は足自ら相手になろうぞ。敵将討ち取ったり。そういうの聞かせていただこう。よい、俺は最後まで諦めない。この身果てるまで。開門。幕中の負けのようだ。天下の勝負はこれからよ。勝利条件変更。棟梁を失ってなお折れぬ。始末ほど手間付けがたい相手はない。まずは本場だ。戦いは楽しみよ。見事ですね。己のやるべきことは分かっているようだな。安易に屈服せず、西国に島津はあると天下に知らしめてから負けることを進める。敵将討ち取ったり。おかげさまで勝てました。これで輝元も胸を張って帰れます。どれだけ苦労させられても主家を見限らぬ。兵は生粋の律儀者よな。